元気ですか？ガラガラボイスの時間です。今日はね、能勢豊野町の山の中に来ています。高台寺というお寺です。実はこのお寺にはね、熊がいるんです。熊の家。さあ、どんな熊でしょう？お寺の奥に入っていきましょう。あ、熊のお世話をしている熊森教会ボランティアの皆さんです。こんにちは。あ、ここに水がないので下から水を汲んでタンクで。あ、大きな檻が見えてきました。月のワグマの豊くんです。2014年イノシシの罠にかかってしまって殺されそうになったところ、みんなで助けよう、そしてこのお寺で飼ってもらうことになりました。たくさんの寄付が集まってこんな大きな檻を作って、ボランティアの方々がずっとお世話をしています。豊くんいてるかな。いてましたね。月のワグマの豊くんです。もう一度よく読んでみましょう。熊と人が共存していける月のワグマの暮らせる森を、そんな思いで熊森教会の人たちが豊くんを育て、森の回復、森林破壊を防ぐ活動を続けておられます。詳しくはまた紹介していきます。 YouTube ばっかり見てたらあかんで、熊さんもここにおるで、見に来てください。